お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらのコカちゃんやっていきたいと思います。というわけで、これはですね、前シーズン23位ですね、はい、エアサワーという海外の選手が、まあ、使ってたね、デッキですね。なのでこのデッキで23位まで行ってます。でね、使いやすいのかな、なんか僕さっき使って一応グレッチャー12勝もしたんですけど、まあ、個人的にめっちゃ使いやすい。で、まあ多分それもあり、めっちゃやってます。で、グラチャリでもね、はい、大量に使われてるということで、まあ今流行りの枯渇ですね。というわけで、やっていきたいと思います。さあ、というわけで、やっていくんですけど、施設が入ってないですね。施設が入ってないのと、まあ、あとは、ウッドもね、ないです。まあ、スペルがファイアボだけ。まあ、一応ゴブリンブレルもスペルなんですけど、まあ、スペル気持ちファイアボだけということで、で、発着位なんですよ、そのね、最近動画出して、結構コメントで言われるのが、やっぱチャンピオン、こいつがね、持ってないとよく言われるんですけども、ましてね、圧着位がちょっと強すぎますね。うん、やっぱチャンピオンの中でも頭一つどころじゃねえんですよね。本当に体一つ分ぐらい、圧着位がやっぱ強すぎて飛び抜けてるんですよね。そうだから、圧着位な、入ってないデッキというか、もう最近入ってるデッキばっかなんですよ。そう、圧着位ゲーすぎて、でもじゃあこのデッキで圧着位抜くならってなった時に、いや激ムズなんですよ。もう圧着位頼りデッキなんで、圧着位抜くならってなったら、真剣に考えてハンターぐらいしかないですね。うん、やっぱ高火力っていうので圧着位になってるんで、よいしょ。まあないなら頑張ってハンターかな。まあなんか基本的に枯渇、施設ありの枯渇か、たまに入る施設入ってない枯渇って、もうハンターが多分入ってると思うんですよ。ハンタープリン、ハンターフィケアとかだと思うんで、まあ買えるならハンターだと思うんですけど、まあ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 、まあ、というわけで、まあ着衣ですね。本当にここ最近は着衣お前強すぎんだろっていう、そろそろもうお腹いっぱいじゃねっていうね、着衣もういいなっていう気もしてるんですけど、よいしょ。さあ、しっかり聞いてあげて。いや、これがやばいんですよ。普通に考えてやばい。で、今回相手がめっちゃ小物系いっぱいなんですよね。で、僕、いやー、いい、このハイスピね。ウッドとかがないので、この相手のスケブとかさ、嫌なわけですよ。まあ、言ったらコウモリとかもね。そう、ちょっと嫌なんですけど、まあそこは回転と、まあ、読みファイブをかましていこうか。いや、マジでね、これやばいんですよね。マジバレル飛ばして、一応ファイブ打ってみる？打ったらさ、スケキンで受けてくるのかな、わかんないけど。あ、キャキャキャ。まあでも、やべえ、全部溜まっちゃう。スキルが溜まってんすよね。まあでも本当に、この、なんもないんで、このデッキは。スペルがね、ちっこいスペルないんで。もうそうやって受けていくしかないですね。で、圧着衣のスキルも使いながら、で、ファイスピ多分添えてあげると、そこそこに熱いんですよね。相手もファイブ防衛しなきゃ、ええ感じに。え、なんか迷いすぎやろ。ちょっと待って、今ファイスピ飛べばさ、ガチで熱かった。で、この相手の迫撃も、スペルがファイボだけなんですよね。そう。で、これ、あれが回ってないですね。なんだ？忘れたけど、スケルトン部隊か。なんか最近、まあ、攻撃ちょっと多いんだね。いやー、めっちゃ、でかい。で、プリンスは、まあ、相手がこう、小物系で、こういう相手で刺さりそういないなと思ったら、まあ、無理に出さなくていいですね。あ、ガゴムリ来た。さあ、ここはちょっと読まれて怖い。ファイスピもね、入れてカバーしながら。大体も復帰やの受けがきついので、このバレル飛ばすだけできついんじゃない？で、スケルトン部隊使ったんで、プリンスまでここでね、添えていきましょう。で、スケキンが来んのか？だがしかし、この圧着衣が、ええ感じに。あー、そのスキルはきつい。いや、でも強すぎる。で、左サイドも攻めてあげて、カトゥーンも入って、オーケー。OK なんですよ。いや、そうなの、もう、見でわかる、強いデッキのなんか、やつなんですよ、これ。吹き矢が強化されてるっていうのもあるんですけど、ちょっと前よりね。もう見てわかる強いデッキなんだよね。さあ、ナイス。で、まあ、このデッキね、気持ち陸が固めになってます。まあ、ここ最近、そのゴーストユーのあたりがね、すごいぶっ壊れだったり、まあ、それこそメガナイトとかか。が結構強いんですよ。てか、まあ、陸が強いんですよね。施設が加工された、もうユニット時代が、まあ、今来てるっていうのもあって、もう陸受け豊富です。そう。まあ、ガチ陸メタですね。もう陸ばっかなんでね、環境。うわ、めんどくせえ。
なんやそれマジでマジでなんやそんな一気。いやーこれねダメージ受けます。許容ゲーでいきます。マジでなんやそれっていうようなデッキ引いたんですけど、やべえ怖すぎる。あれでもさ、ガチ上手い人かな、なんかマルチ、あでも多分違う、このフスマジでバカすぎて読めないんですけど、このあ HUSSE16 みたいな人、あおお、マルチ上位のラバル使いでいるんですよ、こんな感じの人。いや多分似てるだけの別人だと思うんですけどねだってオーブンヒーラー雪玉ミラーやで、やばいっしょこれ。いやあとクロスだったのがね、あのまあクロスはまあ嫌です、嫌なんですけど、マジであの圧着いゲーだと思ってください。よいしょ、ワンチャンクロス来そうだなとか思ったらね、圧着い出して来なくてもこれスキル使えば別にあの圧着い無駄になんないんでね。そうそうそう、圧着いゲーです。まあ、ハンターだったらこれができないのがちょっとあれですけど、よいしょ。さあ、プリンスで耐えながら、しかもこの相手のクロス、6コスクロスで、このプリンスの受けがね、もうギリギリです。はい。そんなの出してると、このゴーストが止まんないですよねっていう。さあ、陸芸ですね。あー、新年早々。元気ですね、皆様。よいしょ。入ります。さあ、グッドゲームです。まあ、すげえで消えますね。で、まあ、ここがクロス回ってないんで、圧着も出す必要がねえと。やばい、これ。はい、で若いプリンスで、これ端目出したいですね。いきます。チョキッ、ケツボーラーとかくるのかな。さあ、このプリンスにはね、なんで受けてくるのか分かんないけど、まあ、最悪ファイボで受けましょう。であとはもうこっちっこいのでしっかり受けながら、で雪玉だったよね、やべ。あ、それはめちゃくちゃいい。でも耐えれるんですね結局。でヒーラー、それいるマジでどっから降ってきたんだこのヒーラー。待って、俺落とされる。いやー、いや耐えないかな俺。俺の目的には耐えるんだよね。よしよしよし、いやこれは攻めた方がいいですね。相手コース使ってるんでね。で吹き矢も出してあげて、いやいいよ、何かは入る、何かは入る、何かは入る。まあもうとどめ刺しいっちゃうぜ。ボーラーか、オーブンか、ヒーラーでした。いやヒーラー絶対いらんやろそれマジで。あのクロスでこの状況はさすがに勝ったっすね。うん、これ多分ねうまいっすよね。なんかやってる感じさ、なんだろう、なんだろう、そのデッキはもう終わってるんですけど、プレイはねなんか生き生きしてんすよ相手よいしょ。再命できそうならしたいけどな。いや、延命できちゃった、本当に。さあ、からの、圧着位ちょっと強えな、これも。いや、あと、この位置のね、吹き矢とかも強いですね。この位置、吹き矢じゃなくてもなんですけど、なんだろう、圧着位とかでもなんですけど、三樹脂とかも。ちょっと高めの、相手のね、タワーから攻撃受けない位置のユニット強いですね。竹取って、圧着位残して、ここの位置の吹き矢ですね。これ両方にもね働けるし。オーケー。さあ、もうゴリゴリだな。マジゴーストプリンスとか最近バカ強いんですよね。トリマリク強いんですよ今。あ、やっぱ僕の記憶通りですね。全最多8号です。まあなんであれっすね、もしかしたら、まあ、YouTube とか撮ってたかもしれないですね。ランダムデッキだけやって、なんか最近マジで多いんですよ。もうなんか YouTubeそのマルチ上位というか、もうクラロワの上手い人らみんな YouTube やってて、そうそうそう、なんかもうみんななんか YouTube 何何 YouTube 何何 Twitter 何何みたいな、もうなんかマルチ上位とかグローバル大会とかの成績でもうなんか宣伝してるというか、もうね、もうそういうのばっかみたいな、最近アピールポイントにはなってますよね。 YouTube 始めやすいですからね、クラロワ本当に。よいしょ、痛い痛いけどいいっすけ、いいでかい。さあ今回相手はゴブドラーっすね。まあゴブドリも安定して強い。うん、でボンバースキー型の古き方なんかな。まあ一旦打っときはないと思うんで、もうバレルと、
ありました。あのね、ゴブドリンウッド入ってるの結構珍しいんですよ。いやー、この機は多分5飛んできますね。飛んできますよね。そうなんですよ、ごめんなさい。いやー、どうしようかな。一旦後ろから行きます。足前行っても結局バルキリーとかテスラとかがやっぱめんどいんだね。ウォールブレイカーがこれ入ってないですね。そしたら相手、なんかウォールブレイカー入ってる方もあるんですよ。でもそうするとウッドの枠がちょっと浮いてるんで、さあ着いい、ついでスケもあるんで、プリンスもねなかなか刺さりが悪そうな気がするんですけど、まあまあまあ、よいしょ。いやー、しっかりダメージ抑えていきたいですね、できるだけ。まあ、あとは両サイ攻めかな、なんか。いやー、あのテスラだけやりたかった。テスラだけやってほしい。ウッドと。いやー、これむずいですよ。圧着位をいかにこうさせるかみたいなゲームになってきそうな気もしますね。うん。無言タイム入るかもしんねえな。いや、多分回転、多分俺の回転が早いんだな、ちょっとだけ多分ですけど、違ったらごめんなさい。これウッド巻いて、俺の方がサイクル早いから回んねえぜ。いや、これですね。あはめっちゃ言うけども、うん、やっぱ回転早いの強いっすよね。よいしょ、お、すべて残った。いや、これはさすがに行ってもいい気がする。で、ウッドサイター、ファイボもね、添えてあげて、しっかり。おら！いや、めっちゃいいバルキリーなんだけど。あ、でも、バルキリー後ろに咲いたから、リグ受けなくて。さあ、着出して、まあ、ゴーストおれば、なんだかなるやろっていう。甘い考えでいく。いや、強い。いや、着い強い。オッケーオッケーオッケー。で、スター5蹴んないと。いうことで、まあ、ウッドがちょっと嫌でしたけど、ウッド持ってて陸行き野郎が、まあ、通るのがね、やっぱ回転範囲でね。そう、バレルスケファイスピー、ちょこちょこんってしてけば、もう一回バレル飛ばせるんでね。てか、あれか、アチャクイがバに出てったからか。バレル、アチャクイ、スケファイスピーもう一枚でバレル回せるんですね。まあ、これがやっぱね、壊れ。さあ、よろしくね。とりあえず、あの、ファイスピも、あの、なんかね、その、ゴースト言うのと同じような感じで、なんかもう、3コース溜まったら出すじゃないですか、ゴースト言うのとかって。端前だったり、後ろだったり。もうほんとそれと同じで、出し毒カードだと思うので、あー、うまっ！え？うまいけどさ、それ、マジアチャしな？待って待って、何やってんのあんた。ちょ、待って、あんた、何やってんの？ふざけてんの？で、これ相手のデッキは、なんか、タルババとかかな？いや、わかんない。あ、ナイスボム。あ、ナイスボム。すべてを裏切るボムタワー。いやー、でも、やりごめだけ変えてるけど、さ、マジアチャオールブレイカーのトルネ5型っすね。いや、トルネウッド型か？わかんないけど。いや、それはなんか、やりすぎじゃない？それはなんか、やりすぎじゃないですか？まあ、ここがさ、トルネなのか、バルキリーなのかっていうところですよね。うん、ナイトです。でも、ナイトやりゴブってことはもうトルネですね。まあ、マジアチャだったらもうあるけど、もうトルネ型ですね。ってことは、ファイボはないですね。ファイボだったらバルキリーだと思うんで。全然当たらんやないか、俺の話。マジで。俺の言ってること全然ならんやん。あれでもなんか、折れたわ。早っ。さあ、多分今の結構アド取ってましたね。プリンスの、ね、思いもよらぬダメージもありながらの、やりこぶとかもいろいろ出してたんで、そうっす、いろいろコスト使っての、まあ無理にウォールブレイカーとかもちょっと飛ばしてて、そのね、ツケが回ってきたと言いますか。うん。さあ、着位。美味しいっすね。しっかりね。で、カウンターか。で、ファイボだったんで、ウッドがないんですよ。だからもうバレル飛ばしとくですね。はい、ナイス。オッケー。いや、ガチで、多分このデッキね、使える人は使った方がいいな。まあ、最後もそんなにいいことばっかり言ってな。なんかね、
アチャクイ入ってるとバカデッキパワー高くなるんですよ。そう、だから毎回言ってる気がするけど本当に強いです。はい。お、出た、マルチのマジで多分最多88とか89ゾーンの人間です。この人ホグロケットミニペカみたいな感じの人ですね。プリンセスホグとかよく使ってる人です。しかもガチ子さんです。ホグ使いですね。プリンホグ使い。まあでもゴーストでは、まあまあまあ違うデッキではありますけどね。で、プリンス咲いてるんで、これメガナイトとか来たらちょっとめんどくさいですけど。うん。いや、これはね、多分圧着いってキング起動狙っていきます、僕は。まあライトなのか何なのかわかんないけど。ああ、雪玉ね。いや、うまいね。いやーこれですよ。もう最近の陸デッキね、こういうゴーストのメガナイトとかのラムとかにもうバカ強いんすよこれが。もうだから環境メタでもあんのかな。やべ、くしゃみが。寒い寒い寒い。ああ寒いっすね。マジでマジで寒い。冬マジで嫌いなんで。で今回相手雪だったんで、まあバレる気持ち飛ばしておくっすよね。うん。圧着生きた。で圧着これあんまり受けがないんでファイボですね。圧着の受けは。いやあ痛い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 。ファイボが多分もうワンテンポ遅いですね。相手のスキル使うタイミングちょっとうまいっす。でこれノックバックないんでこれもう入るのしゃあなしっすね。なんならこれ一本手前にしてユーノとかエレなんかのターゲット取れると熱い。あれ、いやこれメガナイトで踏まれるとやべえな。いやこれやばいっすね。ちょっとシャシャやっちゃったかもしんないっすね。怖えよ、ガチで怖いっすけど。耐えてほしいっす、ね、いやでもいやなんか吹きは強い。や耐えたんすけどこれむずいな。でこれライトニングなんでこのアチャクイザコっす。やばいやばい、このアチャクイザコで、これあれだ、いていていて、ファイスピのあのデメリット来ちゃった。やべえ、いや相手うめえな。うめえよなマジで。ファイスピの嘘いてえな。まあまあ、いやそれは全然いいんだけど。いやこの、あーこれ終わったなー。いやさすがに相手もうまいのと、俺のこのファイスピがエレスピだったらなーっていう。いやーやられましたね。うめえ相手と当たりましたね。さすが8988ゾーンさ。ということでまあ前期ね、もう2020年初っ端30位ですから、それは強いっすわ。ということでこのカツね、ぜひ試してみてください。持ってなかったらね、あちゃけなかったらもうハンターかなと思います。というわけで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またねー。